はい、皆さんこんにちは、大塚健二です。青に X 通知をやっていきたいと思います。前回ね、たけしを見殺しにしたところで終わっておりましたけれども、まあとりあえずボスをね、なんとか逃げ切りまして、ここからだね。一刻も早く他のみんなを助けに行かないといけませんね。そうね、次の一先を決めましょう。で、鬼没山から今度鬼首墓地、あれだね、SNS で話題になってる鬼首墓地ですね、に行くと。移動します。鬼首墓地、視界が悪いな。気味が悪いわね。誰もいないようですが、いこの声は拓郎。おお、拓郎が来ましたよ、ついに。あっちから聞こえるみたい。行きましょう。よし、まあまあ一応ね、この前前回セーブ分けたんだけど、一応6にしよう。6にしておいて続けよう。めっちゃ暗いよね、読めない。あれだな、 5.2 を思い出すな。バージョン 5.2 を、あ、ここにあるね。バージョン 5.2、 本当にあれだからな、こんなところを調べてる場合じゃない。宝の声がする方へ行かないと。千歳が怒ってるわ。ここだったよね。タクロー、聞こえますか？ヒロシ、ヒロシか、お前も無事だったんだな。タクロー、そこから出られそうですか？出られたら、出られたら何にも言ってねえだろ、そんな多いなんか。いや、カニがかかっていて出られないみたいだ。他のみんなは？今、千歳と合流してみんなを探しているところです。タクロー、大丈夫？おう、千歳も無事か、よかった。タクロー、ごめん、私のせいで。ん？あれ？うわー、大丈夫か？おい。タクロー、どうしたの？タクロに何かあったようです。急いで助けましょう。この門を壊して登ったりするのは無理そうね。どっか他に入れるところはないかしら。あれ、ここ鍵開いてるぞ。大祭儀前だから閉めとけって言われたのに。バレないうちに早く閉めとけよ。まだやることたくさんあるんだからな。これでよし、閉められちゃったね。閉められちゃったよ、大丈夫か？しまった、閉じ込められた。まずは拓郎を救うのが先です。帰り道は後から考えましょう。焼却霊安と書かれているようです。大昔に閉鎖されたって聞いてたけど、ここは入れないと。こっちは暗。セーブセーブ。23歳を迎えるまでずっとみんなにスマホがお得。どこも。この辺読めないのか。これ作業員の日記とかじゃないの？祭儀にかかっている上の連中はやっぱり地下通路のことを知ってるっぽい。なんとか探し出して俺も祭儀幹部になり上がって青神様に絶対貢献してやるんだ。そんな青神様。どこ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 ？すげえな、この青鬼の姿も見えないままに逃げるこの状況。ここにロッカーがある。何か書いてある。古い言い伝えでは、天才の金は大神様にあるらしい。それを沈めるために観光できた人間を墓地に埋めて、生贄として捧げてた。へえ、なかなかえぐいことするね。でも時々死ぬことができず、大神様に仕えることができなかったやつがいるらしい。ほう。何か書いてある。丸月罰日、地下通路があるってマジ？なんか地面から声が聞こえた気がしたんだけど、
これは監視員として報告しても信じてもらえなそうだよな。いやーなんかいろいろあるね。で、特に何もあれはないのか、アイテム類はないのか。明らかに怪しいのが一つあるね。この破壊した時異様な雰囲気を感じるね、確かに。片方のろうそく立てがなくなっているようです。ほうほうほう、そうだね、確かに。こんな形のろうそく立てを探してくるということね。で、ここは開かない。上の方行ったらいいのかな。次はこの辺は触れないね。結局これ何だったの？あ、あるね。十字架と墓の数を足すと。なるほどね。そういう感じか。十字架が5、墓が1、2、3、4、5。これは違うよね。え、10。あ、鍵が開いたわ。綺麗なろうそくを手に入れた。いいね。だ、ろうそく立てがないんだよ。ろうそくがないというよりは、このまま持ってって大丈夫なのかな。一応行ってみるか。ここでは使えないか。まだなんかいるな。このでっかいの気になるんだけどな。細い枯れ枝が絡み合っていて通れない。他になんか変わったもんないかな。すごいとこ通れるね。お、この岩だけ動かせそうだ。どこに動かすよ。でもこっちも特にひび割れてるところとかないもんね。動かすってどこに動かすんだこれ。あれ？これじゃなかった？ん？動かす話はどこ行った？ここも動かねえじゃないかよ。これだ、さ、今のやつだったよね。なんか動かすための何かを持ってこないとダメってこと？あ、こっち、あ、こっちに動くってことか。わかるか。何か落ちている。ナイフを手に入れた。ナイフね。待って、そういや前回ナイフ使ったっけ。ナイフ拾ったけど。
ナイフでどうすんだ。小枝くらいなら切り落とすことができそうだ。枝を切り落とす。どっかの枝。木だよね。これとか？違う。あ、そっか、ここか。ここだな。ここでナイフだ。このくらいの軽枝ならこのナイフで切れそうですね。奥にも道が続いてるみたい。調べてみましょう。せー。相変わらず暗いね。しかもなんか広そう。できる限り端から端まで明るくしつつ行きたい。なんか光ってんね。あ、来た。来た。あ、すんげえこれめんどくさい。やばい。そしてこの青に早い。なんかあーダメだ。めっちゃ速くない？この青に。これどう？あ、いけたわ。なんとかなったね。あの青になんかめっちゃ速かった気したんだけどね。暗いからそう感じんのかな？戻りましょう。で、これを取って、マッチ。これでろうそくが、火、ろうそくがね、使えるね。火つく。うわ、広いな。ちょっとこっちも見とこう。なんかめっちゃ暗いね、ここ。暗いけど、青に出現ゾーンなだけで特に何もないのかな。特に光ってるものとかも見当たらないもんね。ただのあれか、青に出現ゾーンか。よし、上行こう。不気味なところだな。また？めっちゃ出るね、青に。よし。さっきからめっちゃ戻ってる気がする。ひたすら。こっちも確定だもんね、多分今の感じ。 めっちゃ鬼出るね。どこまで行けばいいんだ。まあ暗闇で逃げるのね、バージョン5.2でね、鍛えられてるからね。これだな。井戸の中には汚いガラクタがたくさん詰まっている。まあこの中には隠れられそうにないわね。そうですね、これはろうそく立てを手に入れた。いいね。なんかまた暗くなった。もう使えるものはなさそうだ。これもう上は何もないよね。ただひたすらにここの往復が多かったっていう話だな。よし、戻ろう。もう一発ぐらいありそうだな、でも。この出現率だと。ブチ戻れるかな。とりあえず大丈夫そうだから、ここだな。
ろうそく立てをまず使う。ろうそく立てを墓石にセットした。古くてろうも固まってますが、一本なら新しいろうそくを立てられそうです。で、ろうそくを立てる。ろうそくを立ててマッチで火をつける。綺麗なろうそくを、墓石のろうそく立てに立てて、マッチで火をつけた。はい。あら、煙があの墓石の方に流れてる。墓石か墓石かよくわかんないけど、どっちだろうね。墓石にしておいた方がわかりやすい。風が通っているということでしょうか。これ。おー、なるほどね。こんなところに地下通路が。きっと桜のいるあの施設につながってるわ。行きましょう。猫がいるね。ポンちゃんだって。ポンちゃん。にゃ。え、ポンちゃん、こんなとこにいたの。ポンちゃん？村のみんなで可愛がってた猫なの。どうやって入ったんだろう。そりゃ猫いたか。そういや、最初の村回った時に。ポンちゃん、こんなとこいたら危ないよ、こっちおいで。ふにゃー。あ、行っちゃった。ふん、また見かけたら捕まえましょう。そうね、早く拓郎を見つけないと。なるほどね。はい、まあ、ということでね、時間もいい感じなんで、今回、ここまでにしておきましょう。まあ、ポンちゃんを追いかけていくって感じかな、次は。ポンちゃんも青鬼だったりしてね。なんか全部疑ってかかってしまうね。まあまあ、でもな、青鬼首ぼち、なんかボスエグそうだからな、ちょっと気合い入れていかないとやばいかもしんないな。はい、というわけで、また次回頑張っていきましょう。この動画気に入っていただきましたら、高評価、チャンネル登録、フォローの方、ぜひお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。大塚健二でした。Fast